はい、皆さんこんにちは。青山ラビネスの星宮理子です。花村ほのかです。よろしくお願いします。お願いします。本日は都内某所にある秘密基地と呼ばれるパーソナルジムに来ております。本日の企画は筋トレ2021レップに挑戦、イエーイご指導していただくトレーナーさんをご紹介したいと思います。比嘉一雄さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。2021レップのレップって何ですか？はい、レップっていうのは回数っていう意味ですね。英語で言うとレピテーションの繰り返しっていう意味なんですけども、何回やったっていうことがレップですね。なので2021レップってことは2021回やりましょうっていうことですね。なるほどそれでは早速やっていきましょう。はい、今回挑戦するのは星宮理子ちゃんです。はい、私はマネージャー役としてカウントをこれでしていきたいと思います。2021回で結構厳しいですけど、結構運動ってされてるんですか？はい、してる方。あ、じゃあ大丈夫だ、楽しみにしてます。プランクという種目をやるので、60秒目標にしてどのくらいできるか、はい、でそこである程度のメニューを組み替えていきます。それではいきましょう。せーの、スタート。空気をセット。60秒です。大丈夫。あと15秒。あ、こんにちは。こんにちは。余裕ですか？はい。3、2、1、OK です。はい。バッチリです。結構やっぱりちゃんとしてますね。あ、本当ですか？はい。なので今ので1です。あ、はい。まだ1。はい。今のプランク状態から腕を曲げ伸ばししていく感じ。この状態から1、2、3、4、5、6、7、8っていう感じでやっていきます。40回。はい、右から10回目標でいきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、それではいきましょう。右手からいきます。せーの、外。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、33、35、36、37、39、40。 OK です。お、余裕ですね。はい、素晴らしい。結構できますね。次はお腹、腹筋いきましょう。はい、ピークタッチという種目をいきます。上を向いて膝を立てて、こう起き上がるんではなくて、できるだけ高い位置、天井を触るようなイメージでグッと起き上がる。ミットに触れる。あ、なるほど。触れたら1回。はい、高っ。20回。はい、いきます。せーの、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。しっかりついて、ついてない。10、15、16、17、18、19、20。次はお尻。はい、片足で立って、ちょっとだけ膝を曲げた状態でついたら、バランスを取りながら。はい、じゃあ行きましょう。はい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。
四季五季十九二十では逆足右足軸でいきましょう。痛いと思います。1分間で何回いけるかいきましょう、はい、それではいきましょう。せーの、スタート。次はメロス。でやり方は顔の高さできるだけ遠いところで回す。できるだけ早く。でミットに当てるんで、それ当てるのが1回、2回、3回、4回、5回。なんでこうメロスかっていうと、2人で一緒にやって、共同作業というか連帯責任。で1人はこちらで足をここにぶら下がっているだけです。でもこれを落ちたり手を離したりすると向こうが回す回数が増えていく。それでは行きましょう。せーの、スタート。当てて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 。あ、すごいか。そうです。当て当て当て。ああ、怖い怖い。待ってきつい。田中さん今まだ余裕があります。待って待ってやばいかも。待って待って。さあ待って。友のために友のために。耐える耐える。やばい。まだ起きません。膝曲げるまでOK。膝曲げるまでOK。ごめんごめんごめん。え、しんどい。カエルジャンプ100回です。お尻がかかとにつくぐらいまでしっかりついた状態でジャンプして、これを100回連続。まあ100回連続というか100回終わるまでって感じですね。なるほど。これで2021レップ。カエルか。カエル。それでは行きましょう。ラスト100回です。せーの、スタート。1、2、3、4。5、6、7、8、9、10、11、12、
計算よし15、16、17、18、19 え、待ってあ、きつい話いただいた時は全然動けないんじゃないかと思ってかなり下のランクのこう運動を用意してたんですね。それこそこう足踏みしようみたいな、それをやらずに達成できたので運動強度的にはかなり高いと思います。最後のカエルジャンプなんかは多分100回連続みたいなのは誰もできないと思うので相当頑張ったと思います。はい、じゃあ疲れてますけどエンディングお願いします。こっちです。え、エンディング、はい足プンプン、やばいよ、立てないよ。結構いけるかなと思ったんですよ。けどだんだんやっていくごとにもう足から筋肉出そうなくらい痛くて、でもすごいいい運動とか汗も かけてすごい良かったです。本日は比嘉さんありがとうございました。ありがとうございました。トレーニングこれで終わりだと思ってるじゃないですか実は筋肉痛が終わるまでがトレーニングなんで、明日と明後日を楽しみに楽しみにしててください。はい、はい、今日本当にありがとうございました。ありがとうございます。もし気になった方は比嘉トレを検索してみてください。そして青山のビジネスも今年もよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。はい、では以上私たち青山のビジネスでした。ありがとうございました